て0対0ちょっとしびれる展開になってます、ね。まあ、予想通りの展開ですよね、高く上がっています。大きな打球が伸びていく、伸びていってフェンス際飛び込んだ、入りました。この回先頭の中村奨吾、均衡を破ったのは千葉ロッテマリーンズ。加藤のボールを捉えました。いやもう先ほど三振してましたのでね、全く接点なかったんですよね、はい、思い切って開き直って、ね、フルスイングしましたね、